俺はテツ、ただの会社員だが最近悩みが尽きない。ほんとテツくんには困ってて。まず一つ目はこいつ、同僚のゲン。テツくんが作った資料が読みづらくて、お取引先から僕が怒られちゃいましたよ。お前が直前に頼んでくるから、他の仕事犠牲にして半日で作ったんだぞ。やめないかテツくん。そうだ、部長の前だぞ。すぐ癇癪を起こすって社会人としてどうなんだ。誰のせいだと。このようにゲンはことあるごとに俺の邪魔をし、俺の評価が下がるような嘘を周囲に吹き込む。テツさん、また大事な商談すっぽかしてパチスロ行ってたんだって。その現場見たの誰？本当にテツさんがそう言ったの？だってみんな言ってるもん。みんなって誰？否定しても余計に疑われるし、どうすりゃいいんだ。気にすんなよテツ、お天道様はちゃんと見てるって。ありがとうエンジ。だが翌日、みんな集まったかな。今度の大型プロジェクトのリーダーはゲン君に決まった。精一杯頑張ります柳専務。すっげー、これでゲンさん出世コース確定ね。ゲンが、なんで。あのプロジェクト俺も準備に参加したのに。え、お前は無関係じゃ。ちげえよ、炎天下の中現地支社を何度も訪問したし、データとか書類の準備も徹夜でやって。それゲンが全部自分でやったって言ってたぞ。はあ。おいゲン、お前ってやつはいつも俺を踏み台にして。おいおい、会社で暴力か、こんの野郎。布ってのはな、有能の踏み台になって初めて役立つんだよ。ちくしょう、俺何のために働いてんだろう。てつきゅん、受けくろ。今日はお家でゆっくり過ごしましょう。なんで俺の家知ってんだ。てつきゅんのことなら何でもわかるわ。この女が俺の悩み二つ目。半年前に偶然飲み屋で隣になった女だ。あなたとの運命を感じるの。そうっすか、やべえ女、かかわらんとこ。どうやって調べたのか、俺の連絡先を突き止め、最近は付きまとうようになっていた。帰ってくれよ。出れなくていいのよ。ほら早く中に入りましょう。ふざけんな。キャー、いい加減にしろ。どいつもこいつも俺の視界から消えろ。いなくなれよ。ひどいわ、どうしてそんなこと。さっさと消えろ、二度と来んな。ひどい、ひどい。翌日、さすがに言い過ぎたかと心配したが、あれからつきまとわれなくなったし、これで悩みが一つ消えた。浮気はなく。鉄のやつ、私の心をもてあそんで許さない。地獄を見せてやる。一週間後。おい鉄、ちょっと俺に付き合え。はあ、なんでお前と。お前に大事な話があるんだ、来ないと後悔するぞ。後悔。店到着。こんばんは、クロハ。お前、俺の彼女のクロハにストーカーしてたんだってな。はあ、逆だ逆。とぼけても無駄だ。話は1週間前に遡る。鉄の野郎、二度と俺に歯向かってこないようにボッコボコに潰しておかねえとな。あのゲンさんですよね、相談があるんです。誰だ。すごい美人だけど、なんかの勧誘か。すいません、急ぐので。聞いて、あなたの会社の鉄さんのことなんです。鉄だと。私もう半年も鉄さんからストーカーされてて。何？家の前や駅で待ち伏せされて怖くて。どうやら鉄とは犬猿の仲のようね。ゲンさんは会社ですごく信用されてる方だと聞きました。え、あ、やば、まあ、お願いです、会社に鉄さんのこと報告してくださいませんか。お任せください、僕があなたを鉄から守ります。これは鉄を社会的にぶっ潰すチャンス。本当ですか、嬉しい。こいつを使って鉄への復讐ができるわ。というわけで、お前の行為は明日会社に報告させてもらう。だからストーカーはその女なんだよ。私があなたなんかストーカーするわけないでしょ。てめえ、出世もできない、仕事もサボりまくりのお前を会社は信用してくれるかな。やってみろよ、そんなデタラメ通るわけねえだろ。翌日、同僚の彼女にしつこくつきまとうとは。彼女は恐怖で眠れない日々だそうだよ。違うんです、被害者は俺なんです。ゲン君とお付き合いしている女性がテツ君につきまとう。
まとう理由がないだろう。黒羽はお前をクビにして遠くに引っ越してほしいと言っている。やめたぞ、あの女の嫌がらせだな。俺に振られた腹いせに現に近づいたんだ。お前も俺をはめるために黒羽に乗っかったんだろ。なんて見苦しい。部長、こんな奴はクビにすべきです。あ、まあ待て、このことは上に報告する。上って、俺は無実なんですってば。人生終わったな。今のうちに引っ越しの準備しとけべ。くん、お前人の心がないのかよ。噂はあっという間に会社中に広まった。住所特定して家まで押しかけたんだって。やばすぎ。女性は気の毒だけど、てつさんが本当にそんなこと？みんな言ってるもん。いつも言ってるだけなんだもん。てつ大丈夫か？大変なことになってんな。その黒羽ってお前が前言ってた変な女だろ。こんなことになる前に証拠集めて警察に通報しとくべきだった。にしてもやばいよな。なんとしてもお前を苦しめないと気が済まないんだな。その執着心を別のことに向けてほしいよ。別のこと、それだ。突然呼び出して何？君に謝罪したくて。今さら謝罪？被害届は取り下げないから。聞いてくれ、あの日会社ですごく嫌なことがあって、たまたまいた君に八つ当たりしてしまったんだ。あんなひどいこと言ってずっと後悔してて、君の気持ちを無限にしてすまなかった。いやだ、泣かないでよ。今では会社で誰からも相手にされなくて居場所がなくて、急に君の優しさが身に染みたんだ。こんな俺を気にかけてくれた子がいたのに。逆に利用して矛先を変えてやるのが一番だ。だけどさ、俺の冤罪が晴れても黒羽の付きまといがまた始まるのかと思うと。そんなん後からどうにでもなるって。会社クビになるよりマシだろ。そうだな。翌日、これから鉄くんの処遇について役員会議を開く。黒羽のやつ何してんだ。もう少しだけ時間をください。時間がない、早く来たまえ。とっととクビ宣言されてこいよ。くそこんなことって。鉄さんは濡れ衣です。黒羽と誰？私たちは現の被害者や。現を許すな、許すな。俺、皆さんこれを聞いて。鉄ってマジでバカでさ、あいつがやった仕事を全部俺の手柄にしたんだけど、仕事で見返そうとかしてくるわけ。うざいからあいつが仕事サボってるって噂流したら、面白いからあいつの評価ダダ下がり。オーバット盗撮して。あ、やべ、ね、熱湯です。あ、なんだこれは。クロハさん、君はゲン君の恋人なのでは？私たち、ゲンに脅されていたんです。テツさんをクビにするために協力しろって。実家まで脅されて本当に怖くて。テツさん、皆さんすみませんでした。私も。私もです。嘘つくな！誰だお前ら！あ、さっきの動画続きがあります。うちの会社、アホしかいねえの。部長もすぐ騙される小物だし、役員連中も大した奴らじゃないし、俺があの会社を掌握する日も遠くないぜ。鉄さんの変な噂は全部嘘だったのね。私たちがアホですって。小物だと？あれ、捏造です。役員会議にかけられるのは君だ。その動画と一緒に会議室に来い。そんな、すごいことになったな。ここまでしろなんて言ってねえよ。そう、役員会議と調査の結果、黒羽の証言に嘘はあったものの、動画は本物だったことが判明。プロジェクトから外されただけでなく、遠方の支社で出世とは無縁な業務に就くことに。こうして俺の悩みが一つなくなった。1ヶ月後、カンパッショーイ。ゆっくり飲むの久しぶりだな。いろいろバタバタしてて。いいって。それより気になってんだけど、あれから黒羽とはどうなったんだ？実は今日そのこと話そうと思ってさ。黒羽は案の定、あの後すぐ俺への付きまとい行為を再開した。私たちも夫婦も当然よね。お料理作ってあげるわ。開けて。黒羽さんですね。警察！
からあなたに毎日付きまとわれていると通報を受けました。付きまといですって？違うわ、私は鉄の恋人よ。凶器をしまいなさい。これはマイ包丁よ。鉄にお料理を作るの。一晩中大騒ぎだったけど無事連れて行かれてよ。おー、お疲れマウンテン。私は鉄の恩人なのにどうして？最後に言っててさ、確かに俺の無罪を主張してくれたけど、目的のためなら嘘もつくし、よその会社にも乗り込むあの行動力、あれが俺への愛情だとしても怖えよ。思い出しちまった。だな、というか自分で撒いた種だし。こうして黒羽もいなくなり、俺の悩みは完全に消えた。会社もすっかり居心地が良くなり。エツくん、すまなかった。嘘なんか信じてごめん。もういいですよ、ゲンさんいなきゃ。例のプロジェクト、鉄くんが相当準備してくれていたそうだね。情報が正しく伝わっていなくてすまなかった。はい、ヤナギ専務。でも昔のことなんで、もうよければ君もプロジェクトの一員になってくれないか。え、リーダーは別のものにもう決まったが、準備に関わった君にもいてほしいとメンバーからの要望なんだ。本当ですか？ぜひやったな、鉄。おお、真面目にやってきたことがこれから報われそうな予感。